古川、古川がテリモーター今日最初のポイントです。解説の高橋健一さん、今日もファジーカスには中山が、あ、これは堪能になりますか。あらー、わー、来た、チャンスになりました。熊田さん、中山選手はかつてリーグのスティール王にもなったことがある。そうですよね、はい、っていうのをスティール王になったっていうのを秋田のファンの方に聞きました。一つ飛ばして古川スリーポイント、ちょっとボールが取れましたが、リバウンド長谷川です。秋田セカンドオフェンス、キットのディープスリー、あんな遠いの入れる人初めて見ましたよ。どうですか、今日2本目返しました。ザックが運んでゾーンを破ってのこのシュート、その伊藤がボールを運んで、さあ田口のスリーポイント来ました。ぜひお届けください、はい。さあ楽しい第1クォーターも残り2分を切りました。また間にボールを入れて田口連続、あ、ここはまたゾーンですね。川崎バックドア、田口ドライブエンドラー、初めてと昨日の試合後の会見でも話がありました。これをどうかいくぐるか、ザック外シュートクロック残り3秒キットっていうのはもうコーチの考え方一つですね、はい。古川ペリメーター、ファールはなりません。ザックが押し込みます。ここもまたダブルスクリーンを藤井が使って、しかしダブルチームが来た。このボールは川島狙っていた。さあ長谷川のボール空いています。ここは秋田うまくディフェンスが成功しましたね。川崎タイムアウト。先のダブルスクリーン、藤井選手に対してピース選手、ファジーカス選手が2人で壁役になるプレーっていうのは、はい、昨日も対応してましたから、ね。残り1分36秒、ノールックパスからダンク。こちらも素晴らしいパスありましたね。2、3ゾーンに対して一度このように間にボールを経由するという秋田のオフェンス。パスは1つ繋がりませんが、長谷川のボール決めました。中山スティール、ここでスティール王が見せた。大きなプレーが前半の最後出ました、秋田。このシーンです、はい、コーチのこの戦略、選手交代というのもうまくはまりましたよ ね、秋田としては得点は少し容易に与えてしまいましたね。古川バックドアを奪っておりました。ヒットが空いた、ヒット、あ、スリーポイント来ません。秋田川島も入っていますが、田口来ました。今日3本目、川崎タイムアウト。こちら今のシーンです。ヒットのシュートは先ほどからしばらく落ちていますが、しっかりとディフェンスがやはり少しずつ崩れていくので、ああいったフリーのシュートにつながりやすいですね。それでも秋田も守りきりました。ここはキット、まもなく残り1分です。ずっとこのワンポゼッション差、あるいはタイの時間が続いています。さあまた田口だ、高速ショット決まりました。スリーポイント成功。今日ザックがいった、バックが上がった。さあザックだ、バイクセントはこれなんだよな、超えたような、あってなりましたね、すごい。高橋さん、今日は秋田このハードショーのシーンもちょっと多いんですね、ディフェンス。そうですね、激しくつくのは篠山、ラウンドパスからザック相手を奪われてシュート。前田の連続ファウルになりました。ヒット、川崎はここはマンツーの守備、フェイダーで、ここでスリーポイント来ました。ヒット中に入って、ここはもしかしたら高橋さん、あえて川崎がスリーは消してという考え方もありますか。そうですね、やはり藤井選手がボールを失わずにきちんとコントロールしてるんですよね。返します、キャプテンが返します。勝利のイメージをというキャプテン。もうザックもボールを置きます。試合終了です。川崎ブレイブスサンダース、開幕節3連戦以来の同一カード連勝達成です。久しぶりの同一カード連勝にファジーカスもこの表情、89対80、川崎秋田を下しました。これで2連勝です。